セブンイレブンの痩せるお惣菜トップ3をあなたにお伝えしていきます。ランキング形式で今からお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。今からお伝えする痩せるお惣菜のポイントはこちらです。すべて化学調味料が無添加だからなんですね。でその理由は、化学調味料が入っていないとあなたは痩せ体質になることができるからなんです。例えばこのような化学調味料、まあ、別名うまみ調味料とも言いますけれども、もうほとんどの加工食品にですね入ってます。で原材料名を見るとですね、調味料かっこアミノ酸などと書いてあります。化学調味料とはね書いていないので注意してくださいね。でこの化学調味料を取ってしまうと、まあ、グルタミン酸ナトリウムが入ってますから、もういろんな、まあ、アルツハイマーであったりうつ病だったり寝れないとか、そういった、まあ、健康障害にもつながりますし、もう何よりも味覚障害にもなってしまう関係で、あなたはそのこう太りやすいですね。要はこうデブ菌が喜ぶような食べ物をやっぱ食べたくなってしまうわけなんですね。なのでそういった根本から断ち切らないと、まあ、なかなか痩せることができませんよということなんです。でまた例えばこういった化学調味料をたくさん取ってしまうと、そのデブ菌が喜ぶ結果太ってしまう、またその腸内環境やあなたの肝臓にすごく負担をかけてしまう結果代謝が落ちてしまって、あなたがどんなにこう頑張って食事制限をしているのにもかかわらず、きつい運動を頑張っているのにもかかわらずですね、なんでなかなか痩せないんだろうという時は、調味料かっこアミノ酸などというのを知らず知らずのうちに取っていらっしゃいませんかということなんですね。なので今からお伝えする痩せるお惣菜というのには、こういった化学調味料が入っていない、結果あなたのダイエットが成功しますよというお話をさせていただきますね。では早速ランキングに入ってまいりましょう。第3位はこちらです。セブンイレブンの素材の甘みを生かした国産かぼちゃ煮です。でこちら1袋あたりですね 95g 入ってまして、カロリーが 97kcal なんです。で原材料をチェックしてると、かぼちゃかっこ国産、だし、砂糖、醤油、本みりん、食塩、清酒のみ、こういった添加物一切入っていない、美味しいもうホクホクかぼちゃになるんですね。でこちらはですね、お値段が、かぼちゃ煮が1袋で138円でした。でこういったかぼちゃは食物繊維もたっぷり入っておりますから、結果腸内環境が整って、まあ、デトックスですよね。食物繊維が豊富ですから、あなたはこうどんどん痩せ体質になることができるお惣菜の一品になります。で私もかぼちゃ大好きなので、もうとにかくコンビニ行くと、まあ、なかなかこういった化学調味料無添加っていうのが少ない中で、セブンイレブンさんのこのお惣菜かぼちゃが無添加でしたので、私は時々お世話になることがあるんですね。ではどんどん参りましょう。第2位はこちらです。セブンイレブンの食感よく炒めたきんぴらごぼうです。で1袋あたりが 70g になってまして、カロリーが 94kcal。 ちょっと原材料をチェックしますと、ごぼう、人参、醤油と本みりん、砂糖、植物油、だし、清酒、ごま、食塩、唐辛子となっております。でもとにかくですね、こちらもとにかく食物繊維がもう豊富、まあ、ごぼうですからね、もうお腹の大掃除ができますし、もうほんと何か一品ねお野菜欲しいっていう時は、もうこちらのきんぴらごぼうを常備しておくと、もう本当にパパッとね一品プラスできますから、おすすめなんですね。そしてこのきんぴらごぼうのお値段なんですけれども、こちらはですね1袋が118円でした。もうこちらいいですよね。ワンコインに近いお値段で、まあ、一品増やしてしまうことができるんですよ。ではここからいよいよ第1位はこちらです。セブンイレブンのじっくり焼き上げたホッケの塩焼きです。もうこちら原材料がもうとってもシンプルなんですよ。島ホッケと食塩のみなんです。もう一切添加物ゼロなんですね。でこちら1枚あたりですね 137kcal です。そしてお値段なんですけれども、
こちらはですね288円でした。でなかなか普段お魚が取れないという方や、もう今日は時間がない、何か食べたいなっていう時は、まあ、こういったものの力を借りて、まあ、こちらのですねお魚のタンパク質をしっかり取れるっていうのもおすすめなんです。でとってもダイエットに必要な栄養素はタンパク質になるんですよ。で特に女性はですね、あの男性と比べて筋肉がつきにくいですから、その分しっかりやはりその材料となるタンパク質を取るのはもう大事なんです。そしてタンパク質を取ることであなたの肝臓が元気になるということは、肝臓というのはですね基礎代謝のそのメインのですね臓器になるんですね。基礎代謝のもうほぼほぼ5割は内臓から来ますから、その内臓のまたプラス肝臓がその代謝を司っているもう重要な臓器になるわけですから、もう年々基礎代謝が落ちてきたなっていう方は、やはり肝臓を元気にしてあげることであなたの基礎代謝を上げることができるんですよ。その時に必要なのがこのタンパク質になりますから、しっかりと良質の無添加のですねタンパク質を取って基礎代謝を上げて筋肉をつけて、そしてあなたは痩せ体質になることができるんですよ。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめは、ポイントは無添加であること、特に調味料カッコアミノ酸などと書いてある化学調味料を使ったものを食べないことで、あなたの腸内環境や肝臓が元気になって結果痩せ体質になることができますよということをお伝えしてまいりました。いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な健康法、ダイエット法、腸活法をあなたにお伝えすることで、健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきましても、どんどんご参加くださいね。でまた私のこういったお話に対して、先生こういう時はどうしたらいいですかというご質問おありの方は、皆様詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、そちらからご登録後いろいろとお話しされておりますので、あなたもご必要であればいつでもおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。